やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。髪の毛かなり切ったな。襟足を伸ばす平成優也は終わり。社員の暴飲暴食に触れてくれ。やばいよね。いや、マジで尋常じゃないよ。ほんとにやばい。うまそうなんだけどさ。あんなの毎日食ってたらやばいって。ああ、もうこんなおもろ。まあでも旅行の時は食っていいって言ったけどね。このレベルだとは思ってなかったね。しかも食っていいって言ったらちゃんとタワーになるしな。すげえよ。いや、すごいね、ほんとに。爆食いだ。うわー、何キロカロリー。1300とか1400だと思う。これ1個で。彼は止まる気はないみたいだね。は？何これ？動画あんだけど、ちょっと待って。おはようございます。今日はね、ロサンゼルス滞在2日目ということで、ちょっとこちらのね、お菓子を紹介していこうと思います。何のコーナーやってんねん。ホップタルって言って。おい、何のコーナーやってんねん。大人気の。1日1個お菓子食うな。お菓子らしいです。なんか、まあ、トーストしたり、なんかちょっと正当化しようとしてんだよな。食べるらしいです。実際にちょっとね、食べていきましょう。なんか紹介チックにしてるけど、何？びっくりした！なんか、おしゃれなことしたんかと思った、シャルシが。ビビったー！じゃあ食べていきましょうで、カメラ寄って引いたらなんか俺展開されてるみたいなことするのかと思ったわ。さすがにね。そんなことする性格じゃないんだ、彼は。もうめっちゃうまそう。ではいただきます。ただ置いただけでした。うん、待って、今の抜刀が見えなかった、うん、一瞬だった食うのが、うん、いや、これマジうまそうだね。うん、うん、しゃべれ早く。うわ、ん、もっとくれ。うん、思ったよりなんかジャムが入ったクラッカーみたいな。あー、そんな味がしますね。これは美味しい。これだったら普通にね、俺もアメリカの子供として生まれたら毎日食べたかもしれません。アメリカの子供生まれたらお前今頃死んでんだよ。10年前に死んでるわ。日本に生まれたことを感謝しな。またすげえなくても怖いや。なんなのその顔。顔ウケんな。え、やばいね。中にマッシュポテト入ってんのこれ。この食物すごくない？マッシュポテトって、ね、揚げるために油使うでしょ。で、周りのさ、このクレープみたいなのって、ね、揚げるのに油使うじゃん。で、上に乗ってるベーコンって油で揚げるじゃん。チーズもかかる。これチーズかこれ。この網目。爆弾だね。気持ちよさそう。うわははは。もう入れなくていいでしょ。なんなのこのお気持ちは。は？待って、食いすぎじゃね？しかもこの人朝食なんだけど、これ。ロサンゼルスの朝食美味しかった。血糖値爆上がりでもう眠いです。え、朝？これ絶対さ、ツイッターに載せてない分も他にも食ってんだよ。絶対食ってるからね。いや、シャルさんわけのわかんないこと言ってるからね。言っとくけどマジで本当にアメリカにいたら俺は痩せるんじゃないかとか言い始めてる。逆にね、やっぱり初めて何言ってるんだろうと思って、アメリカの食事はいっぱい食えないから逆に俺は痩せるみたいな。なるほどね。持たれるからってことかな、これ。持たれるからその量が食えなくて痩せるっていう理論ね。
喋らせない方がいいね。いやー許せないよ。悔しい。俺悔しい。シャルさんのデブ活より俺らのデブ活の方が多分ペースが早い。恐る恐る注文してる、うん、あ、思ったより量少ないんだなって言いながら残す。口に合わないと口に合わないと残す金持ちすぎだな。そうなんだ。食に敏感だから太っちゃうのかな、おデブになっちゃうのかな。メカニズムがよくわかんねえな。何でも美味しく感じるからおデブになっちゃうんじゃないんだね。グルメだからこそおデブになるのかな。逆に美味しいものに出会わなかったらそれ食べれないんだね。おデブってグルメデブなんだね。でも偏るんだろうな、グルメだから。なんか自分の舌に合う合わないがすごい敏感で、まあ野菜全般が合わないから野菜食わなくて、まあ油しかシャルル氏の味覚に合わないから、油しか取んないんだろうね。ダイエットが悪いと思う。俺別にシャルさんダイエットしなくていいと思うよ。マジで。諦めた方がいい。なんかできることとできないことがある。そうだわ、こいつは本当に俺たちの想像通りだな。うわーすごっ、裏切らないな、雷神も雷神で。シャルさん自分がダイエットできるって勘違いしない方がいい。なんかあの程度で言われて無理になるんだったら絶対できないから、絶対できない、本当に 100% できないからやめた方がいい。雷神わかってる、結構甘くやってんだぞ。マジでやめた方がいいと思うんだよな。あの程度でなんかダイエットきつい、ほんと無理、あー食わないとやってらんないみたいになる人にダイエットしろって俺言わないもん。ライジンその絞るときはクソストイックだからね。もうなんかサラダチキンと炭水化物しか取んないらしいから、卵とか納豆とかしか。こいつモリモリのときクソモリモリだったから。俺確か炎上した原因がダイエットみたいな話だったよ。単純に、本当にその DFM の件がシャルル氏に聞いてたんだと思うよ。俺、シャルル氏の配信チラチラ見てんだけど、なんかその FM の件に触れて、シャルル氏ってこういう動作するじゃん、よく。こういう動作するやんね、あの人。でも、その時の配信は本当になんか心に来てたみたいで、なんかね、あーって天を仰いでね、こうやって。これ以上やってもあれだが、俺こんな状態見せらんないからみんな終わるねって言って思ってた配信。これめっちゃおもろいな、このダイエットが悪いと思う。俺別にシャルさんダイエットしなくていいと思うよ。マジで。諦めた方がいい。なんかできることとできないことがある、人には。シャルさん自分がダイエットできるって勘違いしない方がいい。本当に鋭い。メルク包丁やん。ダイエットって俺も言ってるけど苦しいからな。いやでもねいけると思うんだよな俺は。さっきので俺ちょっと希望持ったね。あっちでもなんかビビりながら飯を食ってるっての聞いて、死ぬかもしれないっていうその危機というか危ないっていうその感覚っていうのは迫ってきてるって感じてるのがでかい、やっぱり死が。いやなんかね、そう君たちからねすげえ DM が送られてくんの。マシュマロとか最近始めてさ、シャルル氏の件について送られてくるって言ったじゃん。アンみたいなのが送られてきて、俺が今やってるダイエットっていうのが、まあ結構量を食べていい代わりに、綺麗なものを食べましょうっていうダイエットなの。もう一つ、その、ダイエットがあって、もう君たちのイメージ通りのダイエットなんだけど、カロリーを制限するっていうダイエット。食べてもいいんだけど、基礎代謝を上回らないようにしましょうっていう。マジできついと思う。二択なんだよ、大体。絶対無理。絶対無理無理だろうね。俺も脂質制限の方がいいかなと思ってる。だからある程度飯の量が食えるね。あとあのお前らに送られてきたのが、赤ちゃん用のスプーンと器があるんだって。そのスプーンと器を使うと食べた時になんかすごいしょっぱく感じるんだって。だから食欲が減退して痩せていくらしい。赤ちゃんプレイしたらどうですかって言ってた。ニンテンドースイッチもさ、子供が舐めたら、食べたらあかんようにさ、あれ苦くしてあるんだよ、ニンテンドースイッチ。あれみたいな感じで、スプーンと器自体がそういう素材で作られて、すごいしょっぱく感じるんだって、ご飯とか食べても。おもろいと思った、それは。でもシャル、毎回外食だよ。それな。想像がつくよね。サミー、お前はさ、クレープ食うときにスプーン使うんかとか言いそう。お前さ、
ホットドッグ食べるときにさ、スプーン使うんか、スタミンとか言いそうじゃない。あ、もう見えてきてる、マジで。簡単に想像できちゃう。